こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード4をやっていきましょう。空が黒い。はい。前回ね、ちょっとパート1、地味な感じでスタートしちゃったんでね、ちょっとね、今回ね、盛り上げていきたいなっていうふうに思うんですけど、もうでも3月も終わりっすよ。早い、本当に月日の流れは。もう4月からね、もうちょっとね、新入社員とかね、新入生とかがね、入ってきてね、まあ、新年度が始まっていろいろ盛り上がっていく頃ですよ。さあ皆さん、社会人の方は昇給しましたかっていうね。はい。で、まあ中途の方にとってはあんま関係ないのかもしれない。どうなんだろうな。そういった会社によっていろいろ変わってくる部分になるのかね。まあまあそんな感じでね、やっていきましょうか。いやー本当にね。さて、じゃあ進んでいきましょう。ちょっと村中央部なんですけど、普通に突破するか、もうちょっと実況として全然面白みのない、単純に、もうただ燃やされ尽くして終わっていくというパートにしようなのか、ちょっと今迷っているところではあるんですけど、まあ、とりあえず普通に戦ってみっか、ね。と言いながら、まあ、ちょっと雑談をやっていきましょう。はい。なんかね、最近ね、まあ、娘ちゃんがもう一切、痛い！あ、ちょっと待って、なんで走んなかったの？娘ちゃんがね、ちょっと最近全然懐いてくれないっていう悩みがあって、ちょっと皆さんどうしたらいいかっていう、ちょっと子育てをしたことのある男性女性の方、ぜひコメントとかね、もらえたらすごい嬉しいんですけど、なんかね、起きてる時はすごい、まあ遊んでく、まあそれでもママ大好きなんで、ママのところに、まあよく行くんですけど、もうママっ子なんですよね、完全に娘ちゃんは。で、まあ、とは言いながらも一緒にこう遊んだりとかあれするんですけど、もう全然ダメなのは夜寝る時で、特にその3月に入る手前くらいから、もうかれこれ1ヶ月近くですよね。ひどい、マジで。夜そのお風呂入れます。僕、まあ平日は嫁さん入れて、休日は僕が入れてっていう感じで、でその後まあ8時半から9時半くらいの間で、まあ娘ちゃんはだいたい寝るんですよね。うとうとってして、で一回まあその段階では寝てくれるんですよ、僕があやしたとして。でも残念ながらその後一回なんか起きるんですよ。すって寝てくれなくて、本当に眠りの浅い子で、昼間って、ね、日によってはお昼寝がマジで何分だろうな、この間は20分とかしか寝なかったとかっていう日もあったりするくらいだったんで、全然寝てくれない子なんですよね。で一回夜中起きます。で起きたらそっからね、マジでね、僕じゃ寝ない、もうずっとギャーって泣いてる。僕があやして、僕でも、あ、やばい、僕でもあやして寝れるようになってくんないと、ちょっと嫁さんの負担が非常に大きくなってしまうっていう気分があるんで、まあ、僕でもちょっと寝てもらえるようにって頑張ってあやすんですけど、もう本当に喉ちぎれるぞっていうくらいずっとね、わーってね、泣き続けているっていう感じなんで、もうね、娘ちゃんのその喉がちぎれる前に、僕の心が折れる方が早いっていうね。あ、なんか確かこんなんあったよね。上だったか下だったかだよね。上だったか。で、ここで、人が来ます。で、ナイフで、切り裂いてきたっていうので、おー、ちょっと待って、びっくりした。びっくりした。あんな殺され方したの初めてだったから、もう決めた、もう俺は決めた、もうほんと本当にただの雑談にしてやる、もういいちょっと待って、もうこっから普通にちょっと何の見どころもない5分間を過ごしてやることにした。もう本当にもうどうでもいい、マジでびっくりした、マジで焦ったわ今の。あんなことあるんだね。はい、もう皆さんご存知の通り、ここに待機してたら火炎瓶をね、ボコ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 投げてくれるっていうだけでね、終わるっていうね。でその間にこんな風にどんどん燃えていっちゃうんで、ダメージはあるんですけど、ダメージは本当に体力残り1とかになるまで減りはするけど絶対に死なないっていう感じなんで、もうちょっとここでね、耐久戦をしようと思います。私が死ぬのか、それとも奴らの痺れが切れるのか、どっちが先かっていうね感じでやっていきたいと思います。いやー、焦ったー。マジで心臓バクバクやわ、ほんま。うえーとか言ってるの聞こえてきたけど、まさかあんな近くで、しかも奴が戦闘機って入ってくるなんてことがあるとは、まさかそんな風に思ってもいなかったんで、あー、本気で焦ったわー。
誰が投げてるんだって。誰もそんなの治ってないし、しかもさ、ここに登ってこない、登らない限りさ、あのこいつら全然さ、なんだろう、カインビンさ武器として使ってこないのにね、なんでここに登ったらえってあちゅうやるんだろうね。ほんと面白いよね。まあ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 、そんなこともありつつ、だからちょっと娘がもう1歳過ぎて、もう1歳1ヶ月過ぎてって、もう間もなく4月入ったらね2歳、あ、じゃあ、なんでやねん、1ヶ月なんで1年年とんの、1歳2ヶ月ってなってくるところでね、ちょっとあまりにも僕に懐いてくれなさすぎて、ちょっと僕の心が折れそうで、もうやばいっていう感じなんだよね、正直ね。もうほんとヘルプミーっていうところなんですけど、いや、ちょっとこれどのくらい時間かかるんだろうな。5分くらいかな。ちょっと5分くらいなんか雑談を持たせなきゃいけないっていうところがあるんですけど、どのくらい時間かかるのかな。なんか雑、あ、そうそうそう。なんかね、最近その筋トレの方もなんかいろんなその刺激を与えて、いろんな筋トレをちょっとしたいなって、いろんな筋トレって何やねんっていう話なんだけど、まあちょっといろんな YouTuber さんとかの筋トレを見つつ、その自分もこういうやり方があったらいいなと思って、まあ基本的にこれまで見てたのってアクトレブログさんと山沢さんと、それからまあサイヤマンさんはまあトレーニングの動画上げてないかなんだけど、とまあ山本義則さんっていうね、まあ王道のところで、で最近やってマジで良かったなって思うのは、もう1ヶ月くらい前にアップしたのかなの動画の中の山本先生が出しされているやつの、13×13 ってやつ、腕立てとかでスクワットとかでいいんだけど、それを動画では竹迫さんかが、なんだっけ、まあ、軽めのダンベルを使って、めっちゃ燃えんじゃん。やばいやばいやばい。燃えすぎ。ちょっと待って待って待って。よく死なないよね、これ本当にね。そうだったら死んでるよ、本当に。竹迫さんがやってる 13×13 っていうやつはすごい効いた。僕普段15キロのダンベルか23キロのバーベル、23キロってすごい中途半端だなっていうバーベルかと思うんですけど、まあダンベルをちょっといろいろと重り調整して作って、マックスで扱える重量としか家で使うの23キロなんですけど、その23キロのバーベルを使ってその 13×13 っていうのをやってみたんですよね。まあこれがワンセットでもパンパンになる。で、30×30って何かっていうと、30、10、30っていう意味なんですけど、30秒かけて、バーベルを上げ切った位置から下ろしていく。まあ、これ2投ね、バーベルカールってやつなんですけど、バーベル上げた状態からゆっくり30秒かけて下ろしていって、そこから10回パンプさせて、で、またパンプさせた状態、パンプっていうか、持ち上げた状態から、30秒かけてゆっくりまた下ろしていくという、そんな感じですね。うん、で、最初の30秒はまだいいと。で、10回やった時に、ちょっとなんかこれ違和感あると悲鳴を上げかけているかもしれないってなって、で、その後に、30秒かけて下ろすじゃん。そうなったら、後半20秒、ちょっとアイテム拾ってきます。後半20秒に関しては、もう下ろすじゃないの。支えるになるの。ゆっくりもう支えて、もう全力で力込めて支えてても勝手に、バーベルが下がっていくっていう、そんな感じになっちゃうのね。で1回でもうこれでもかっていうくらい腕がもうパンプするんで、この1ヶ月間まあ、土日は別のメニューとかでがっつりその上半身下半身って分けてやったりするんですけど、平日はまあ、それが実はまあ1分半くらいの時、30秒の1分と、まあ、10回上げるのに、まあ、大体20秒から30秒くらいかかるんで、1分半くらいでできるやつなんですよ。だからそのくらいの時間でパッてお風呂入る前にできちゃうやつなんで、それでも腕パンパンになるのね。で、その後に今度、15キロのダンベルを使って、今度は3等の方、ね、あれなんて言うんだったっけな、まあ、3等の方を30秒かけて、上げた状態から下ろして、で、10回上げて、で、30秒かけて下ろしてっていうのをやるんですけど、日によってね、ちょっとね、これ以上やったらまずいなと思って、3等の方はちょっと抑える感じになっちゃうんですけど、うん。これ取り打ったら、頭が出てこないのね。なるほど。まあ、倒した数にはカウントされるはずだったんですけどね。まあ、それはいいや。そう。だから、短時間で筋肉をパンプさせたい人は、もう 13×30 いいかもしんないですよ、マジで。あと、腕立て伏せの 13×30 ね。この間、まあ、やってみて、絶望を覚えたよね。後ろの方のサーティはもうなんか
気合と根性じゃないとその筋力でなんとかできるとかっていう問題じゃなかったでちょっと奇妙な声を上げて嫁さんにほんまにあんたどうしたんって思ったって言われてしまったそんな感じよ。だからでも筋トレね、あそうそう、でさあのツイッターにもちょろっと上げたことがあるんですけど、筋トレやったらメンタルが上がるとかっていうじゃん、まあそれ科学的に見ても確かにそれって正しいって言われてるんよね。あのメンタルが強くなるってね、言われてるんですけど、でもあれって結局ね、あの筋トレをやる、筋トレをやることでシンプルにじゃあメンタルが強くなるかっていうと個人的にはうーんって思ってて、でなんでかっていうと、あの筋トレするじゃん、で筋トレ赤とかあるじゃん、あのそのツイッターにしろフェイスブックにしろあのインスタにしろ TikTok にしろ、で筋トレをやって自分の体が変わっていきます、でその日々の自分の変化をちゃんと見れる人はすごいあの自分に自信がついていくと思いますし、それをアップロードすることでいろんな人がわあ何々くん変わったねとか何々ちゃんすごい綺麗になってるって言って褒めてもらえる、その褒めによってさらに自分に自信がついて、それでメンタルが良くなっていくっていう話なんですよね。だから単に筋トレをあのしてるだけですだったら、そのまあ普段からその自分のボディメイクとかっていうのを気にしている人だったとしたらまあいいのかもしれないですけど、自信はねあの地味についてくるかもしれないですけど、結局人に褒められることで自信ってあのついていくんで、あのまああるいはその自分の変化を自分でちゃんと感じられるのであれば、あの変化あじゃない自信はついてくると思うんで、ただ単に筋トレだけやってます系だったら残念ながらそんなにね自信はつかないんで、そこはねあの筋トレをこれから始めようとか今やっている方でなんかあのメンタルあんま強くならないなとか強くしたいなと思っている方は注意した方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますよ、うん。確かに筋トレしてあの地道ですけど、僕あんまその記録取ってなくて今更ながら取った方がいいのかなとも思ったりするんですけど、なかなかねあのその記録を取ること自体が続かなくて、今思えば始めたタイミングでちゃんとやっぱりどのくらい上げられたのかっていうのを残しておくべきだったなっていうのはすごいね後悔してる、後悔してるんで、それがもしあったとしたらもっと自分に自信をつけれてたかもなとは思いますよね、うん。まあ、こんな距離にしなくても普通に何だろう、もっと近い距離からやっとけばよかった。はい、あちょちょ微妙にそのなんかずれるよキック、はい、じゃあ切る、あ今のあの切るっていうのはあのスラッシュの方とあのですです、あで、あとね最近思った、あのこないださバイオ4やってた時、バイオ4じゃねえバイオ6やってた時さ、エイダ編くらいからさ僕だいぶ狂ってたじゃん、特にそのチャプター2のなんだっけ、チャプター2とチャプター3かのチャプター2の終わりとチャプター3の始まりくらいの時なんかはもうマジで狂ってて、ほい、うん、なんかめちゃくちゃねあの愚痴を、あーちょっと待って顔切れなかった、くそめちゃめちゃ愚痴ってたじゃん、なんかもうあの人のこと考えてないとかさ、あの人の死をなんだと思ってんだとかさ、コロナでさ PCR 受けるなとか言ってるやつ何なのみたいなこととか、やっぱり、ね、愚痴って言っちゃダメだなって思ったね。いやその言いたくなる気持ちはわかるし、あの言っていいと思うんですよ。で言わないとすら心身も心も持たないから、その言うか言わないかで言ったら言った方がいいし言ってもいいと思う。でもその言う場所とか言う相手っていうのをきちんと考えなきゃいけんっていうのはめちゃくちゃ思って、それ何かっていうとやっぱね身内でどんだけあなたがグダグダになったりとか、もうあのなんだろうな、どんなことがあってもあなたの味方をしてくれるっていう人相手にそういう話をしなかったら、あの YouTube ってその時間つぶしとか楽しみたいとか勉強したいとかってどっちかというとプラスの要素としてさ皆さんこうやって集まってきてくださってるわけじゃないですか。ところがそんなところでさ、いやこれどうなのああなのみたいなさ愚痴とか聞かされてさ、俺の貴重な YouTube を見てる時間をさ、なんでお前の愚痴に付き合わされなくちゃいけないんだっていうふうにやっぱ思うわけですよ。僕も多分まあそういう話するんだったらライブ実況とかだったらね ありなのかもしれないですけど、基本的にはまあちょっと残念ながらそういう話はしない方がいいなってめちゃくちゃ思うんですよね。だからあれはね すごい反省した。であのやっぱりいろいろとその調べたりしてると、あの
愚痴を言う人からはその、はいはいはい、怖いのがいた。愚痴を言う人からは周りあの愚痴を言う人の周りからは人が去っていくっていうデータが出たっていうのもあって、あそりゃそうだよなって。だってさ、愚痴言う人ってさ、なんかさ、なんかすごい自分のことで手いっぱいいっぱいになっててさ、余裕がなくてさ、なんかもうあの本当にしんどい人なんだろうなっていうふうにやっぱ周りが認識するわけなんですよ。ところがなんかウェイウェイやってるやつらって、やつらって言い方は良くないな、ウェイウェイってやってる方々って、そのすごい余裕があるし楽しそうだし、楽しいんだったら自分もちょっと混ぜてもらおうかなっていう気持ちにみんななるじゃないですか。ってなったらやっぱりあの別に無理して周りあのプラスのことを言った方がいいよっていう話じゃないけど、話じゃないけど、やっぱり普段からその自分が言う言葉っていうのは気をつけた方がいいかなっていうことを、ものすごい自分の実況を見直しながら自戒しましたね。ところがまああの僕の実況を、実況っていうかまあその雑談とかを見てくださっている可愛い女の子がいるんですよ。今25歳くらいかな、25歳くらいの可愛い女の子がいるんですけど、24かまだ、うん、があのまあ、見てくれた時にすごい分かりみ、あの分かりみが深いって言ったのかな、ちょっと分かりみが深いっていう言葉が、僕それが日本語として正しいのかちょっとよく分かってないんですけど、うん、あのその可愛い女の子に、ね、言われたんで、あたまにはこういう愚痴も言ってもいいのかなとかって思ったりはしたんですけど、まあ基本的には良くないよねっていう、まあ、その子に受けるためだったら僕はいくらでもそういう話をしようかなとは思うんですけどただの下心エロ親父で、まあ、逆に言うとそのトークテーマみたいなものを皆さんからね、あのいただけるのであれば、まあ喜んでね、そういう話も僕はしようかなと思うんですけど、まあそんな感じだよね。幸せそうな人たちでさ、あのだってなんだろうな、そのまっちゃん、あすごい感じた、あの松本人志さんとかさ、すごい楽しそうじゃん。あのめっちゃ些細なことで笑ったりとかさ、ガキ使のさ、あの笑ってはいけない24時間とか見ててもさ、めっちゃ笑うじゃん、自爆するやん。あんな見てて楽しい人他にいないよねっていうくらい笑ってくれるやん。だからゲラの人の周りに人が集まるこういうことなんだろうなっていうのはすごく素直に思った。うんね、ごめんなさい。おたか逆にプリプリ怒ってるとかさ、愚痴とかさ、なんか不平不満とか言ってる人の周りでさ、一緒にいるさ、あのまあ損得感情ってわけじゃないけど、メリットなんかないんだからさ、ちゃんとね楽しいことをね普段から言ってくれるような人たちの周りにいたいなっていうふうには思いますけどね。そういう意味でね、僕が友達少ないっていうのはそういうことなんだろうなっていうのをね改めて反省したよね。うん、僕も本当に片手程度しか本当に友達がいないので、片手の指の本数くらいねしか本当友達がいないんで、でその友達とかからも別にその付き合いがある、あの普段からめちゃくちゃ付き合いがあるってなってるわけじゃないんで、最近だから本当に今僕のつながりは家族くらいだけど、ちょっと待ってボタンが押せない、あのさむずいよ。だってさ普段タイピングするときにさ X と C なんか使わないもん。こんなとこで死んだの初めてだぜマジで。コントローラー使っててここで死ぬなんてこと今までなかったからね。ちょっと待って XC をちょっと押す準備だけしとこう。 XC OK、 じゃあリベンジ。いやー本当にまあ楽しいけどね、まあ、毎日た、うおお今度はこれかい、危ね、今のはちょっと罠だよね、危な。まあまあなんとか無事次行けたからいいや。まあでも僕はね家族とね一緒に過ごすのがすごい好きだし、あのなんだかんだで家族と旅行に行ったりとかね、だから本当に1ヶ月半前くらいか、いやまだ1ヶ月かくらい前に行ったそのディズニーとか本当楽しかったもんね。ああいうのをまあその毎日ってさすがに飽きるけど、そのまあ半年に1回とか3ヶ月に1回とかね、うん、ディズニー行ったりとかユニバー行ったりとかハステンボス行ったりとかパルケースパーニア行ったりとか富士急ハイランド行ったりとか長島スパーランド行ったりとかってもアミューズメントばっかりだけど、うん、そういう生活を本当ね過ごしてみたいよね。てか本当はなんだろう、家とか持たずにまあこういうのはまあちょっと社会人になってからじゃないといけないんだろうけど、まあなんか点々と旅をして回りたいよね本当に。日本国内でもいいし海外でもいいし、ういオッケー、あ横のセンサー爆発しないのね。でこいつもかなんでこいつらこんな危ないのばっかりの、その村長命令でこういうことやってるってことなのかな、まあ、これもナイフでやればいいんだけどさ、まあいいや。
あ、まだ虫、うん、まあ、いろいろこういう生活したああいう生活したいっていうのを思っててもなかなか実現できないっていうのがね、みんなの悩みだと思うんだけど、まあ僕もそうですし、ただそういう理想があるから、それをまあその非日常として頑張って実現しようって思って頑張れるんだろうね。だって実現したらさ、すごいなんか虚しくなっちゃうってことあるよね。だからバーンアウトって言葉があるんですよ。目標達成した後に陥る、日本語で言うと燃え尽き症候群、英語で言うとバーンアウトって言って、なんかね、定年退職を迎えたアメリカ人がその18ヶ月以内に死ぬっていうデータもあるらしいんですよね。18ヶ月って言っても1年半以内に死ぬと。でそれってなんでかっていうと、まあ、特にその目標があるかないかに関わらず、何かに向かって頑張っているっていう日常を過ごしてた人が急にその何に向かって頑張ったらいいのかっていうのがなくなった瞬間に、まあ、生きる気力っていうのをなくしてしまって、でバーンアウトして死ぬっていう、まあ、そういう話もあったりするっぽいんですよね。うん、いや、でも気持ちはわかるなって思うもんね。だって僕も、バスケのコーチ、高校、大学でやってた時に、終わった次の日とかもう何もしなくて、ほんとぼーっと一日過ごしたりとかしたもん、ね。とか、一社目の会社や終わって、を辞めた時なんかも、一週間くらいはほんとぼーっとも、ほんと、生きるために買い物に出たくらいで、何もしなかったもんね。まあ、毎日、7階のマンションからその下にある駐車場に飛び降りるっていう夢ばっかり見るみたいなね、そんな感じでしたけど、うん、ちょっとアイテム整理はまあ、いや、この辺でということで、いや、長かった。まさかこのチャプターでこんなに時間かかるとは思ってなかった、うん、とりあえず、はい、チャプター1はクリアということでね、ハンサムやプーのルイス・セラーの縛りプレイを見ることができたということで、まあ、ゆっくり剥がすよりもね、早く剥がした方が痛みは一瞬だからね。ゆっくり剥がしたらじわ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 痛いですからね、うん、はい。ということでね、なんかいろいろとこう雑談を皆さん聞いていただいてありがとうございました。本当にトークテーマくださったらそれに合わせていろいろ話をしていきたいというふうに思いますんで、まあ、ぜひね、どしどしコメントなり DM なりくれるとすごい嬉しいなというふうに思います。じゃあ、蹴りを入れたところで、まあ、本パートね、終わりにしていきたいと思いますんで、また次回実況もお楽しみいただけると嬉しいです。目の色が違う村長、あちょ、なんでここでも銃撃たないで蹴りかまそうとしたんだろうね。しかもこれで気絶させる村長って結構強いよね。はい、ということで死亡回数2ということで情けないということで、セーブして終わりにしたいと思います。ということで、本パート最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。バイバイ。